今回は私と私の奥さんとの成婚までの交際について話をします。私と奥さんの成婚までの記録が見つかりました。2005年、私は40歳で結婚を諦め婚活終了。2007年12月より2回目の婚活が始まりました。2007年11月、山口県から上京した親戚と親父と私で会食をした時に、末期がんだった父親が、俺はしぶとく生きると生きることを諦めない親父の発言に、私も結婚を諦めずにもう一度婚活をしようと決心しました。そして2回目の結婚相談所に入会し、12月からお見合いを開始しました。2008年1月20日、奥さんとお見合いをしました。9回目のデートでプロポーズして、奥さんと出会って3ヶ月目の4月17日に成婚となりました。2回目の婚活は12月開始、4月終了の5ヶ月成婚でした。次回も奥さんとの交際について話をします。